はい、どうも、皆さん、こんばんは。今回は、炭酸水ですね。Amazon で買いました。クオスという結構有名なブランドのですね、炭酸水を、紹介しましょう。こちらですね、強炭酸水ということらしくですね。非常に、ここにね、書いてあるんですが、海鮮時に中身が噴き出す恐れがございます。十分ご注意ください。っていうふうに書いてあって。販売者が株式会社オトギの、大分県の会社です。で、原材料名が水と二酸化炭素のみ。容量が 500ml。で、値段がですね、Amazon で安い。これが10、24本入りで、送料無料で1600円か1700円ぐらいで、買いました。ね。まあ、こちらをですね、とりあえずちょっと、ね、ハイボールにして飲んでみようか。黒角でいただきましょう。冷凍庫でキンキンに冷やした黒角を。じゃあ、開けます。俺は炭酸水はね、ウィルキンソンの炭酸水をよく買っていたんですが、炭酸強いですね。強い。ウィルキンソンはね、どこでも手に入るんで、良かったんですけど。まあ、こちらも、まあ、アマゾンで買えばね、安いんで。そりゃ、カンパー。おお。これは強い。もう終始言ってますもん。はあ。炭酸の抜けが早いような気がするな。なんか無駄に収集言ってるっていうか。まあいいか。こちらですね。クオス。酢でググると。炭酸水。九州の美味しい天然水使用となってるみたいです。強炭酸水と。九州産軟水。あ、美味しい。これで、炭酸水スレでですね、2チャンネルの炭酸水のスレがあるんですけど、そちらでもですね、かなり評判が良くてですね、これのラムネ味っていうのがあるんですけど、ラムネ味っていうかね、まあ、炭酸水のラムネ味。まあ、いわゆる、無糖の、ラムネの風味の味のやつなんですけど、そちらがですね、非常にいいと、うまいと、いうことで。ですね。まあ、こちらもかなりいいらしいです。このラムネフレーバーが一番なんか、2ちゃんのスレだとめちゃくちゃ人気が高い。うまい。うまいっすね。で、楽天市場だと、送料込みでなんと1650円。500ml 24本で。なんと送料込みで1650円という安いな。1本あたり69円だって。かあ、安い。まあ、俺は Amazon で買ったんですけど。Amazon でもほとんど同じぐらいの
感じだったって。結構フレーバーがあって、ライムフレーバーとレモンフレーバーと、この何にもないやつと、ビアフレーバーとラムネフレーバーがあるみたいです。ラムネちょっと飲んでみたいな。ラムネ。そうですね。クオス。美味しい。アマゾンでも1650円。送料無料。ってなってますね。これは普通に美味しいですね。俺、今まで飲んでたのが、ウィルキンソンの缶のやつね、飲んでたんですけど。缶のやつは、炭酸が抜けにくいんで、良かったんですけど。炭酸がね、賞味期限間近になると炭酸がね、もうなくなるんですよ。炭酸水のこのペットボトルのやつだとね。これ見ると、今日届いたのか。ですが、今日がに、14年の、10月の12日なんですけど、賞味期限が、2015年の6月5日までだから、まだ8ヶ月ぐらいあるね。オッケーオッケー。ほんと炭酸水はね、ペットボトルのやつだとすぐ、賞味期限間近になると、もう、全然ない。コーラとかでもね、コカ・コーラとかもね、ほんとね、わかるんですけど、炭酸、間近の、賞味期限間近のやつを、俺、店で買ったことがあって、なんか、買ったらね、これ、賞味期限間近じゃんと思って。で、実際に飲んでみたら、めちゃくちゃ全然炭酸が入ってなくて。なんじゃこりゃ。ただね、缶のやつはね、抜けにくいみたいですね。缶のね、以前俺、賞味期限が1年前のやつね、さっき捨ててきたんですけど、ちょっと飲んでなかったやつが、掘り出されてですね、実際ちょっと、飲むの嫌だったんですけど、捨てたんですけど、捨てた時めちゃくちゃシュワシュワーってしてたんで、ああ、これ1年前でも缶は、やっぱり、生きてるなと。炭酸は生きてる。みたいです。でもやっぱね、ペットボトルは抜けやすいんだね。炭酸がね。ああ。すげえ、炭酸が。ウィルキンソンと同等か。それ以上の炭酸の強さな。これはすごい。で、まだ8ヶ月もあるから、グー。これはいい。しかも値段もアマゾンだと、あれですね。ウィルキンソンより安い。ウィルキンソンが、いくらだ多分、ウィルキンソンより安いですね。
ウィルキンソンがね、1918円、24本入りで1本あたり80円なのに対して、1本あたり、しかもこれ、このウィルキンソンの炭酸の 500ml 24本のやつ、この1918円プラス、重いから、取扱手数料350円がかかるという。これアマゾンね、仕様が変わったんですよね。ただクオスは、なぜかこの350円がかかんないみたいで、なんでなのかはよくわかんないんですけど。なんでなんでしょう。ね。なんか知らんけどかかんないという。まあ。なぜなんだろう。やっぱかかるやつ多いな。取り扱って会社が違うのかな。まあ俺は、500ml は買わなくて、いつも買ってたのが、250ml の缶のやつ、20本入りのやつ、ね、を買ってたんですけど。これね、Amazon ね、重いやつ商品にね、350円の送料がかかるようになったんだよね。それがクソなんだよ。本当にさ、意味わからんよね。ふざけんなよって。マジで。ああ。これ美味しいな。普通に美味しいな。多分、あれなのか。アマゾンじゃないみたいですね、このクオスの炭酸水ね。アマゾンじゃないっぽい。取り扱ってる店、そもそも箱が違ったの。届いてきたとき、箱がね、アマゾンの箱じゃなかったんで、これなんだろうなと思って。不思議だなと思ったんですけど。なんか、おとぎの国ストアっていうところらしいんで。だけど、普通に送料無料なんで。これ何なんだろうな、これ。どこの会社なんだ、これ。知らないんだけど。おとぎの。あ、ここだ。ここの会社だ。あ、クオスの、あれか。直接、このクオスの会社が取り扱ってみたいですね。アマゾンじゃなくてね。へえ。これはちょっと、あれだな。これは、すごい。箱がね、箱にね、届いてきた段ボール箱にですね、非常に炭酸が強いため、キャップを開ける際に吹きこぼれる場合がございますと書いてある、ね。なんか注意書きが書いてあるぐらい。確かにこれは、これはあれだな。カスタマーレビュー。一つ星つけとくか。これはうまい。これはうまい。ちょっとつけとこう。これやべえな。普通にうめえぞ。
ブ。よし、これはいい。グッド。これはグッドだ。これはね、うまい。うまい上に炭酸が強い。で、アマゾンで一番安い。安い上に送料もかかんない。しかも、普通のアマゾンだと重いから手数料もかかんない。という最強だな、これ。これは最強。これはうまい。五つ星。もうこれは文句ないでしょ。ということで、ご視聴ありがとうございました。